ご視聴あざます。シです。今回は瞑想す真面目路線親子で自虐ポストについてまとめました。ショート動画を大量投稿大量削除という謎の行動をしていた6月上旬を経て YouTube の活動がピタッと止まったゆたぼん氏。さすがにここまで結果を残せないとまずいと思ったのか、これで高卒認定試験の勉強をしてるようなら見直せるんですが、 X の投稿はぼちぼちやってるようですので見ていきたいと思います。さてさて、ゆたぼん氏のポストに行く前にちょっと気になるポストを見つけたのでご紹介しますね。久留米のイタ三分院にて、こちらは何も言ってないのにネットに「お前らはガキ畜生やで」などと書き込まれて、ゆたぼんさんには迷惑だそうです。ご朱印をいただいた時に女性スタッフにお聞きしました。どうすんのゆたぼん氏、ゆきや氏、これどうすんの。このアカウントが本当のこと言ってるかははっきりしてません。ゆたぼん氏がアンチはガキ畜生発言してから2年近く経ってるので、今でもまだその話題が出てくるのはちょっと疑問に感じます。ただ少なくともこのアカウントは前後の投稿でも近くを観光してる写真は添付されてるので、現地へ行ったことは間違いないようですね。ゆたぼん氏、真面目になった感を演出したければ、まさかこのこういう比例を詫びることが第一だと思うけどな。もちろん父親と一緒にね。では改めてゆたぼん氏のポスト行きましょう。何か新しいことを始めるのは大変だと思います。僕が YouTube を始めた時もボクシング始めた時もそうでした。最初の下手な姿を見せるのは恥ずかしいけど、それを乗り越えて一歩一歩前進していけばできるようになっていく。だからこれからも僕は恥をかく覚悟を持って進みながら、人生は冒険だ。C はボクシングに関して見る目がないので言及を控えるけど、 YouTube に関しては言わせてもらうね。むしろ初期よりも劣化してると思うよ。個人的な評価なので意見は割れるところだと思いますけど、少なくともゆたぼん氏の初期の動画はたとえ下手でも見てくれる人を楽しませようという気持ちが伝わってきました。それ以外までは勝手にこなれた感を出してしまって手抜き感しか感じません。その分むしろ劣化してると感じます。最初の下手な姿を見せるのは恥ずかしいと思う気持ちがあるのなら、惰性で適当に作ってると思われる最近の動画にこそ恥を感じよう。お次、都知事選に立候補していたヘズマ氏が辞退したそうです。300万円小切手で返金された。あ、東京都知事選挙辞退したわ。ある意味利口だと思いますよ。あの都知事選の顔ぶれだと供託金も支出ラインの10分の1の得票ですら無理でしょう。それでも立候補したままだとしたら、それはもう選挙じゃなくて暴挙だわ。そしてこれに対してゆたぼん氏がリポストします。さすが有言不実行男やな。とりあえず直近の水の動画でちょうどゆたぼん氏が有言不実行中の内容をまとめてるので、本人はこれを見て復習してもろて、その上でとりあえずそもそもゆたぼん氏はヘズマ粒子と縁を切ったしブロックもしてるはずです。なので有言不実行だと批判してるこのポスト自体が有言不実行という皮肉、ほんとやめてくれメース。考える前に行動よし勉強や。考えずに勉強して何を得られんねん。勉強は考えるや。続いてゆきや氏の投稿も見てみましょう。最近失敗を認めるようなポストをしたり、それでもまだやり直せるんだといった感じで自分探しに出たまま自分を見失って戻ってくるようなムーブを見せつけてくれるゆきや氏です。最新ポストではどんな発言が出てくるのやら。力をつけようとする前にまず自分の中にある力の存在を信じるのが大事。それはそれで大事なことだと思います。人間向き不向きがありますからね。長所を伸ばすか短所を克服するかの選択にもつながりますし、ただしゆたぼん親子に関しては自身の力を過信してる傾向にあります。なのでそろそろそういう天性の力は特になかったと自覚してもらった方がいいかと思います。例えば過去のポストを引用しますね。ゆたぼんのことを勉強嫌いと勘違いしてる人多いけど、ゆたぼんは強制的に勉強させられるのが嫌いなだけだから、いやいや学校にも行かないし宿題もしない。でも自分がやりたいって思ったら30分で積分をマスターするし東大の問題も解く。大切なのは子供の可能性を信じて一人の人間として尊重すること。いや、改めて聞いてもきついですね。この話を信用した人っていたんでしょうか。この時点小学6年生の段階で積分を30分でマスターしたとしても、中学3年生になったら習ったばかりのルートの概念を忘れてしまうというまさかの結末に至ったわけですよ。1月21日の初でボクシングの試合するけど、俺よりボクシング歴が長くて強いやつじゃないと面白くないから、そうじゃないと戦わへんで、年齢も同い年以上じゃないと受け付けへん、強いやつと戦わへんと意味ないから俺の対戦相手は強いやつ出てこいや。結果負けましたというオチも含めて、こういう発言はある程度実績を積んだ人が言うセリフなわけですよ。何の根拠をもとに公式戦勝利数0回のボクサーがここまでのことを言えたのかっていうのは考えてみた方がいいので、口に出して黙読してみた方がいいよ。口に出さずに朗読もか。そんな感じで幸也氏は自分の中にある力の存在を信じるとかかっこいいことを言ってますが、まずはせめて人並みにできることだけでも見つけてもろて。現在の姿はこれまで選んできた決断と行動の積み重ね、生き方を変えればそこからの未来はいくらでも変えられる。変えられるということは変えたいと思ってるってことですね。前方へ進もうとしてる最中に自身の決断と行動の積み重ねによって右折をずっと繰り返してたら、その場でぐるぐる回って進めないということはご存知でしょうか。そういう状況を幸也氏の言うところのアンチは一歩引いたところからずっと見物してたわけなんですが、そろそろ気づきました？そうなんです。ユタボン氏に関してはもうすでに選べる道はかなり減ってますが、それでも生き方を変えればまだ前に進めます。幸也氏は自分は試しもしないでそんなの無理だというのなら、実際にやろうとしている人の邪魔はすんな。実際にやろうとしているその行為が人の邪魔になってる可能性は考えないんでしょうか。幸也氏は過去、自分のやりたいことは他人に嫌われてでもやると言ってます。だったらやりたいことをやった結果、批判されるのは本望じゃないんでしょうか。例えば中3の2学期からユタボン氏は登校するようになりました。中学生が中学校に行くんだから権利としては問題ないのは分かります。でもすぐ先に受験を控えてピリピリしてるであろうクラスの中、学校の設備やルールも知らない、勉強もついていけない中身小学3年生が突然混ざったとして、先生はどう思うんでしょうね。試さないでもそんなの無理だと分かってるから受験しようとしている人の邪魔はすんな。そんな当時の担任の先生の心の声が粋の耳には聞こえてくる気がします。結果、受験する前に先生が無理だと止めた高校を受けて見事にチルチル未中桜中でしたしね。自分の評価を決めるのは他人ではなく自分自身だ。アンチなんて雑魚は気にせず進めばいい。幸也氏、自己評価と他者評価って言葉があるの知ってる？例えば会社員のお給料って大体がその社員の上司の評価で決まるわけですよ。勝手に私の時給は30万円ですよとかフリーザ様の真似していっても、その通りに会社がお給料を上げてくれるわけではないわけですよ。さっきのコストみたいに自己評価が高いことは別にそれはそれでとやかく言う気はないけど、世間的にはユタボン氏を時給30万円の YouTuber で小学3年で積分をマスターした天才で強い選手を選べる立場のボクサーだと思ってる人は少ないわけですよ。なので自己評価は自分の中でしか通用しない評価であって、世間的な評価は他者評価が基準になるということはご理解いただいてもろて。ではスーパーサンクスの紹介です。このグッズ、たとえ完全受注生産であったとしても損益分岐点を超えられると思えないのよね。トム様、スパさんあざます。こちらユタボン氏がグッズ販売するということに対するコメントです。いやいやトム様、そもそも損益分岐点ってなんやねんってとこからだと思います。まだまだユタボン氏を買いかぶってますよ。合格しようと思ってるってなんぼなんでしょうね。面接あるわけじゃないのでお気持ちでは落とされず、純粋に点数だけで判定されるわけじゃないですか。なのでそこまでいくならこの場合本来 Y は絶対合格するでと宣言するでしょうし、なんか気持ちの悪い言い方なんですよね。サイトで裏口使えるような手があるとも思えませんし。トム様、スパさんあざます。こちらユタボン氏が高卒認定試験について語ってることに対するコメントです。例えば日本一周の時に不登校の子に勇気を与えるとか言ってましたけど、それはユタボン氏が与えたと決めることじゃなくて、不登校児が与えてもらったと感じることで初めて成立することなんですよね。そんな感じでユタボン氏は他人が決めることでもなぜか自分が主体で考える癖がついてる印象です。本人が望むことは周りがいろいろお世話しちゃってたからなんでしょうかね。中村親子には絶対に餌をやりたくない私にとってスイ様の動画はとてもありがたいです。これからも楽しみにしてます。今まで本人の動画ツイートなどを直接見たことがない。CACTUS0070 様、スパさんあざます。とりあえず視聴数が取れてるうちは動画にしていく予定ですが、他に視聴数が取れる対象ができれば乗り換える可能性はあります。そしたらごめんなさい。この子には古代中国の漢詩における四死体と、もしくはエソップ童話の狼少年を学んでほしいというか、学んで反省しないと進めないでしょう。もう完全に手遅れだとは思いますが。トム様、スパさんあざます。こちらユタボン氏に対するコメントです。以前も言ったことですが、最低条件は幸也氏と別居です。これができなければユタボン氏の改善は絶望的だと思ってます。そしてそれが達成できた時がやっとスタートラインですね。もちろんその先にあるのは茨の道確定です。今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメントよかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。